ユリウス・シュノル・フォン・カロールスフェルトは、ドイツの画家である。19世紀初頭に、キリスト教美術の最高を試みた、ナザレ派の画家の一人である。ライプツヒで生まれた。祖,祖父のファイト・シュノルが、金属加工の分野で功績を上げて、借位を得た家系で、父親のファイト・シュノルは、画家で、二人の兄、ルートビヒ・フェルディナンド・シュノルとエドアルト・シュノルも画家であった。 父親から美術教育を受けた後、1811年にウィーン美術アカデミーに入学した。後にシュノルが加わるナザレ派の初期メンバーのヨハンフリードリヒ・オーファーベックやフランツ、プフォルは1810年に美術アカデミーの教育に反抗してアカデミーを去ってローマに移っていた。ウィーンでは後にナザレ派に加わるフェルディナント・オーリビエと親しくなった。 1817年にナザレ派のメンバーとなり、オリビエとオリビエの弟、フリードリヒ・オリビエとザルツブルクの近くで風景画を描く旅をして、ナザレ派が活動していたローマに至り、ローマには数年滞在した。1825年にはドイツに帰国した。1827年にバイエルン・オールートビヒ一世によってミュンヘン美術院の教授に任じられた。同じ年、 フェルディナント・オリビエの義理の娘、マリエ・ア・ヘラーと結婚した。子供にオペラ歌手のルート部ヒや王立バイエルンクニュー鉄道のディレクターとなったカール・シュノルガイル。1842年にプールルメリット勲章を受勲した。1846年にドレスデンの美術学校の教授となった。ありがとうございます。